ちは。水パパ、ネロネス、アク先生、達也丸、ともき、さっ、じゃん、じゃーん。今日これから20時40分から新宿レニーライブです。デスボイス。やばい、めっちゃなんかめっちゃすごい語彙力ゼロ今日はね、すごいライブ。みずき、こんばんざーい。お久しぶりだね。かわいい、ニコニコしゃちゃん元気そうで何より元気。しんさん、え、病院のベッドにいるの、どうしたの。大丈夫。けっちゃん、うほうほう、大ゴリラ、仮面ライダーリバイス、もうちょいで終わりか。リバイス全然見てない。まだ明るいのに眠いの。もうネロの生活リズムがちょっとわからない。まだ明るい、まだ全然明るい。今スピードウェイ、こんばんは。お誕生日おめでとう。8時間前さん、はじめまして。しかちゃん、こんばんざい。療養期間終了した。明日から仕事復帰。やったね。やったね。まあ、やったねか。カフェオレ、こんばんは。ともき、信頼だ。ねえ、そう、笹川も、なんだっけ、仮面ライダー、名前全然覚えてないや。キツネ。仮面ライダー、キツネ。絶対違う。みずき、いつものことやけど、終盤の仮面ライダーって。あー、まあ、ライダー、そういうとこあるよね。でも、それでこそ仮面ライダー的なとこある。しんさん、え、入院？何入院？それは。暇です。じゃあ配信前で来れるかな。入院生活、入院ってまだしたことないや。多分のびぬささですね。今向かってます。わー、ありがとう。笹川より先に着くかな。向かってる。ケケ、こんちゃーす。仮面ライダーキツネ。バッタなのかキツネなのか。今日のセンターよくやるとこ、レアレアマン、シンではないけど、レアレアマン。今日超久々みたいな感じ。わお、なんじゃろうな、なんじゃろうな。レアレアちゃん。
寝る朝3時過ぎに起きるからね。でもたまにめっちゃ夜更かししてる時もあるよね。主人公と戦う時に、まあ、自分の周りのことを忘れていくらしくて、ゼロの朝の逆バージョン。切な。和装アイドルサちゃん、仮面ライダー仮面ライダーみたいな言い方。バンザイジャパン宮城出身、宮城出身もいないんですよ。そう、岩手はいる。筑後ののかちゃん、笹川、新潟県、新潟、新潟、新潟生まれ、新潟育ち。水木、今回の話、ちょっとご両親のこと忘れてしまったと。あれだ、大切なものをもう忘れていくパターン。自分のことも忘れちゃうんじゃん。検査入院なので、検査入院か。どっか悪かったりしない？パルタ、ごめんね。両兵バラありがとう。ファンレベル上がっててる。ゆうたん、こんばんざい。のみ、埼玉の引き地なので今からでもギリギリ。ああ、結構やっぱ時間かかるんだ。しかもね、新宿というか西新宿やしね。サティ、久しぶりにサちゃんのアバ着てみた。お、やん、似合っとるやん。サちゃんは似合ってるよ。似合ってるってなんだ。ファイターのイケメンセンター、最近見すぎて何回搬送されたこととか。そう、毎回さあそこだったらいろんな人を病院送りにしちゃうんだよね。かっこよすぎて。ごめんごめん、罪深い罪深い。罪深いさちゃん、すまんな。この前さ、そう、あの足軽ジャパンちゃんのねライブを見学したんですよ。それでさ、もうリア本当にすごい良くなったよねっていうのをまだ本人にも言ってない本当なんかすごい見違える。やっぱりなんかこういい感じにだんだんリラックスというか、なんか楽しめてる感じがして、リアイのいいところがだんだんやっと出てきたかなっていう。そうなんだよ、あんたそれでいいんだよ誰って感じだけど。あとお歌もね、願い星のラストがめっちゃ良かった。ラストの大好きなあなたまでがね、めっちゃ良かったっていう話をね、まあリアにもしようと思ったんだけど誰かにしたかった。楽しい。あ、筑後さん知ってる？わお、もうすでに知ってた。笹川さんも覚えてね。笹川さん、さっちゃん、会社の健康診断にって出てたんだけど、誕生日の翌日、あ、本当だ、お酒がぶ飲みしたりケーキどか食いとかできない。それつつましい誕生日検査終わったらね、がぶ飲みしよう。
こんばんざーい。言ったん、バンザイジャパンのチェッキの枚数見てたら圧倒的に定まらなかった。え、嘘、嬉しい、嬉しいけど嘘、本当に。まあ、あれか、なんだろう、遠征行ってたりとかもあるのかな、石川ね、会える機会が多かったかな。ねえ、ハートありがとう。パルタ似合ってるって、うん、似合ってる似合ってる、わかんないけどアバターの似合ってるってなんやろGTR こんにち、ストームこんばんざい。ネロハートさっさ愛してるからな。あ、久々に聞いたそれ。なかなかさ、今足軽ジャパンちゃんレッスンも別だからさ、そんなになんか話せる機会がない。今仙台の朝ライブの告知来て、あ、ね、なんかそう、ささがもうお仕事中になんか来てた仙台っ子ラーメン、何それ、仙台っ子ラーメン、そうそうそう、仙台14日日曜日の仙台、朝からライブあるらしいですよ。声出るかね、みんな。リエのパフォーマンスが良くなったって、そうそうそう、本人に言っとく、笹川が言う。新さん、つい最近調子悪くて病院行ったらちゃんと検査した方がいいと。あれ言うと検査入院になりました。まあね、検査するに越したことはないよね。笹川もめっちゃなんか細かい検査とかしてみたい。あれやりたい、あのアレルギーのいろんな種類の調べるやつ。まあなさ、もうそれは本人メタメタ褒めてあげて、メタ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 。メタも。りょうへい、それは見たい。リアイ、いい人。何あの、りょうへいは言葉覚えたての、何、ジャングルで育った。何かなの？リアイ、いい人、俺人間好きみたいな。でもギサちゃんが伝えたくて困ってる、困ってることあるんだってって言って、困ってない。全然お困りでない。お、お誕生日おめでとう、さんフォローしてくれてありがとう。今日お誕生日、ん、今日お誕生日、お、ロストペリー久々、ササだよ、とっても久々。ともき、つつましい誕生日、そう、あなたつつましい誕生日を過ごすのよ。誕生日休暇、誕生日休暇あるのいいね、取ってしまおう。そうしよう。センクラいた時、いつのセンクラだろう。それはいつだろう。でも基本結構いるけどね、遠征行ってない限り。
こちゃん、仙台お盆だからホテル代高すぎて諦めたけど。あー、そっか、盆楽しんでね。おいしいもの食べられるかな。さっちゃん、ふんにちょろっと聞いてた音楽を無性に聴きたくなるときない？ちょろっと聴いてた音楽、ちょろっと聴いてた音楽、なんか、耳に挟んだ音楽ってことかな。一時期とかそういうことかな。でもなんかよくちょこってなんかどっかでお店とかで流れてる曲歌いがち。HK こんばんは。出た、めいちゃんが圧倒的だったんだが、その次にさすまるが4枚でダントツのぶち切りトップ。意外や意外、笹川笹何それ嬉しい、いっぱい撮ってた、この前も撮ったもんね。まあね、褒められすぎてなんかゾワゾワするってリアが言ったから、たくさん褒めて、ゾワゾワどんな感覚。あんま褒められ慣れてない。でもさ、なんか急にあんまりベタ褒めされすぎてもさ、本当にって心配になっちゃうから。最近さ、すごいふみがさ、さっちゃんほんと歌うまくなったよねって言ってくれるの。ふみが言ってくれるっていうのがすごい嬉しい。あとマリアとかも言ってくれて、すごい嬉しいなってなった。とてもなんかそう、そんなにささが褒められることそんなないから、メンバーに褒めてくれて嬉しい。やっぱね、昔から見てるメンバーね、やっぱ分かったもん、一番最初。まーちゃんこんばんは。ねろ、仙台行きたかったけどデートの予定デート笹川とのデート、こばちゃんこんばんざーい。来月長野イベント、今のところこまちゃんが一人でやるみたい。長野のイベント何やるの？両辺、僕、ひょうなの？あなたはひょうなの？ともき、お困りでないし、めたもんだし、今日もかわいいね。めた。ピカピカ。またイベントでささちゃんと会えると思ったのに、毎回はね、おらんからね、ささが。来月何やるんだ？コマティ。なんでね、ささがと皆さん会えるときに会ってください。さひ。さえちゃん、好きだは告白された。大事なことだから3回言ってくれた。大事だね、それは。
こちゃん仙台の美味しいものいっぱい食べてね。ね、食べられるのかな、なんか仙台の美味しいもの。ともき、そんな感じ、誰かが聞いてたやつとか影響で聞いて、来月はまた、あ、須坂でやるのか。須坂また行きたいな。ルフェ、チーター、これはチーター、悩んだ結果、あー諦めちゃった、仙台。あれ、なんかループしてたかな、ループなんだろう、大丈夫かな、うん、じゃあ、あ、もうやばい、終わんないと。あ、のぞちゃん、おじいさん、おじいかさん、こんばんざーい、ありがとう。終わるです、ちょっと終わらないといけない時間なので、またね、みんな、すみち、お話待ってるよ、笹川いつでもウェルカムよ。じゃあまたね、ありがとう、バイバイ。